浅香光代は日本の剣劇女優。東京府東京市神田区出身。血液型は B 型。愛称はミッチー。内縁の夫はコメディアンの吉本太。10歳ぐらいの頃、浅香新八郎、森静子らの舞台劇団、新生国民座に入団、森静子の森を取って、芸名、小森明子をもらう。1944年。 座長の浅香新八郎が救世し、新生国民座は解散する。1945年、坂東鶴蔵一座に入り、藤龍子の芸名をもらう。その後、浅香光代と名乗り自分の一座を結成する。新劇団は、以前からのプログラム演目に、中堅官番役者たちを引き継いだものの、知名度のない劇団の人気は、決断しばらく低迷していたが、 選曲悪化で曖昧な規制対象にされていた女剣劇の復活に携わると、たちまち人々の話題に上った。浅上強い一座はやがて浅草や新宿などの芝居小屋で専属など長期工業を張る中堅人気劇団へ成長した。一座には後に天覆トリオで有名になるとつかむつを南信介などが在籍しており、その幕合には玉川良一らが客演していた。 1954年、当時浅草で流星を極めていたストリップが、公然歪説罪で検挙されるようになると、それに変わる形で、女剣劇が再注目され、昭和30年代に、富士、洋子、大江道子、中野博子らと共に、女剣劇前世時代の立役者となる。1958年、最初の自助伝である、女剣劇を刊行。 1970年に一座を解散。以後は一女優として、劇の他に、テレビのレポーターなどでも活躍した。1974年2月から約1ヶ月アメリカを巡業。同年、テレビ、モーニングジャンボのリポーター。1977年より、お昼のワイドショーのレギュラーとなる。1979年、演劇舞踊選交流を創九百八十七年、 第3回浅草芸能大賞を受賞。2006年、武蔵野学院大学日本総合研究所客員、教授に就任。2008年、文化庁長官賞を受賞。2009年、旭実総合賞を受賞。2010年5月3日、プロレス団体、マップの旗揚げ戦に参戦し、高山義弘と対戦した。2013年、 週刊史上にて19歳の時に30歳以上、年上の最初持ちの政治家との間に子を妊娠し、未婚のまま息子を二人出産したことを告白した。その後の2014年1月にも雑誌にて20代で出産した隠し子がいることを公表した。この父親は既婚者の政治家で総理大臣、副総理を歴任した人物であり、子に対しても名を明かしていないという。 2018年2月20日で90歳になり5月11日都内のホテルで卒寿を祝う会を行いお祝いに駆けつけた、萩本欽一、三藤明子、深谷隆史、亀井静から約300人を前に、朝上光よ、これからも頑張りますとしっかりとした元気な声で挨拶した。2020年12月13日午前1時47分、入院先の東京都内の病院にて、 水臓癌のため92歳で死去。生前最後のテレビ出演は2020年12月22日に放送されたアナザーストーリーズ安倍貞事件昭和を生きた養父の素顔。収録は10月8日、生前の安倍貞を知る人物として証言した。自身の盾に絶対の自信を持ち、番組企画等でお笑いタレント等に盾や 演技指導するという企画に参加することがあった。野村幸代に剣劇を教えたことで交流があり、舞台でも共演していたものの、大沢有利の悠々ワイドの交番前最後の会において、幸代を批判をしたことがきっかけとなり、幸代の逮捕まで続くミッチー・サッチー騒動へと発展。連日にわたり、民放各局のワイドショーで取り上げられたことにより、 これまでの高年齢者にシフトしていた知名度が若い世代でも認知されるようになった。が、幸代に対する名誉毀損で2004年に110万円の支払い命令を受けている。大沢有利の悠々ワイドの水曜レギュラーを務めていた時代はオープニングに舞台での決め台詞である、ご用だ、ご用だ、ご用だ、お控えなすってがジングルコールとして使用されており、 交番後も不定期で使用されている。日本におけるチラリズムの先駆者でもあった。松村国博のモノマネレパートリーの一人であり、必ず、あたしゃね、で始まるのが特徴であった。ありがとうございます。